寒い寒い、こう冷え込んじゃたまらねえよな。あんたの歳だからね、心臓止まんないように気をつけた方がいいよ。どのくらいでマーシュが死ぬかしら。酔って転んで頭打っても大丈夫だもんね。好き勝手言いやがって。お、なんだありゃ。捨て子か。やだやだ、これ以上食いぶち増やされて止まるかってんだ。ねえリンダ、何よ突然。赤ちゃん欲しくない。何言い出したと思えばバッカじゃないの。ほら行くぞ、寒くてくなれ。部屋のにぎわいもこの場所になるとつらいだけじゃ。身寄りのない年寄りなど誰も相手にはしてくれない。わしもお前も本当に年を取り過ぎたよ。どうしたじゃん、行くぞ。待って、何やら聞こえる気がするの。空耳かな。これチャック静かにせんか。ん、何じゃ。おお、こりゃまた可愛らしい赤ん坊じゃないか。おお、大声で泣いて元気な子じゃ。しかし何の因果か、こんな日に捨てられなくちゃならんとはの。よしよし、もう大丈夫じゃ。このグレゴリー爺さんがお前を立派に育ててやるからな。心配はいらん、心配はいらんぞ。うん、どうしたチャック、さっさと行くぞ。さて、うん、よく眠っておる。あれからもう5年か、大きくなったものじゃ。
おお、目が覚めたか。今日は珍しいものを見つけてきてな。一体何なのか、これから調べようと思っておるんじゃよ。価値ある芸術品、いや、秘宝の在りかを示す手がかり、いやいや、偉大な魔力を秘めた神の遺産、いや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 、ただのガラクタかも。とにかくじゃ、何か得体の知れない魔法の力を感じるんじゃ。まあ、のんびりと調べることにしよう。まあ、のんびりと調べることにしよう。ピチン、ぷいぷいぷい。うん、こんなものかの。カームちゃん家の花壇を調べてみなさい。おまじないをかけたから、きっと良いことが起こるはずだよ。